駅舎の妖精駅構内日田駅は、大分県日田市元町にある、九州旅客鉄、道久台本線の駅である。日田市の代表駅。日田彦山線の列車も全列車が当駅まで乗り入れ、利用が可能である。改装前の駅舎改装前の駅前広場、北側改装前の駅前広場、南側鉄筋コンクリート造りの駅舎に接した、短式ホーム一面一線とホーム間は、 地下道で結ばれた島式ホーム1面2線の合計2面3線の地上駅である。他に留置線3本を有する。2011年3月に国土交通省が駅のエレベーター設置方針の基準を緩和したことを受けて、同年9月21日に北日市議会が市の負担分を盛り込んだ予算案を可決し、国、北市、JR 九州が同額を負担する形で、 各ホームに地下道と接続するエレベーターが設置されることになった。直営駅で緑の窓口、自動券売機、液晶ディスプレイ式の小型発射表が設置されている。待合所にキヨスクとラクチャリが設置されている。改札口は駅の南口のみにあり、駅の南口と北口とは地下自由通路で結ばれている。現在の駅舎は1972年に建築された。 2015年7月からの温泉圏を置いたデスティネーションキャンペーンの実施に備えて駅舎の改装が計画され2014年11月に着工することになった2015年3月28日に改装工事完了の記念イベントが行われた駅舎のデザインは三戸岡英二が担当地元産のひたすぎを格子ルーバーフローリングに用い外装は ダークグレーの落ち着いた式帳とされた。かつて飲食店や土産物店があった駅舎の2階は1988年頃から利用されていなかったが2019年9月のラグビーワールドカップ2019開催に合わせてドミトリー形式のような低価格帯の宿泊施設の整備が計画がされている。南口にある駅前広場は1984年に駅。 南区画整理事業により整備された。北祇園祭りの集団化お店等が行われる。噴水やトイレ等が老朽化していたため、2017年3月に改修工事に着工。2019年5月12日に完成記念イベントが行われた。整備後の広場全体の面積は約4500平方メートル。噴水を撤去し、ケヤキ1本を伐採するとともに、 ロータリー及び駐車場を西側に移設して、駅舎正面に広さ約2000平方メートルの自由広場を整備した。自由広場にはウッドデッキ2機が設けられ、地面の一部には地元、北山の石材が使用されている。駅舎からタクシーバスや自家用車の乗降場、商店街の間の通路3本には新たに屋根が設けられた。この屋根の構造物には、北で産出。 または加工された木材が用いられている。また、地域振興の一環として、同志出身の漫画家、伊佐山はじめの代表作、進撃の巨人のキャラクター、リヴァイ兵長の銅像が置かれ、2021年3月6日に除幕式が行われた。2014年3月15日のダイヤ改正で、久留米発最終列車の同駅終着時刻が初めて、日付をまたぐ形となった。 かつては、地元調整業者の三崎屋が、あゆずし、お好み栗飯などの駅弁を販売しており、特に、天領御弁当が、知名度が高い名物駅弁であったが、2003年9月30日、限りで廃業し、販売を終了した。三崎屋廃業後は、駅前食堂の宝屋本店が駅弁を、キオスクで販売していたが、こちらも2015年に、 北駅の駅舎が大幅リニューアルされた際に、キヨスクが閉店したため、販売を終了している。駅舎リニューアル後は、駅弁は販売されていない。2015年の販売終了まで売られていた駅弁は、以下の通り。1965年度には、乗車人員が178万1624人、降車人員が179万4488人で、 手荷物や小荷物も取り扱っていた。しかし、乗車自民が1999年度の52万2356人から2000年度には49万7300人に、降車自民が50万5704人から49万6801人となり、乗降車ともに年間50万人を下回った。 2016年度の乗車人員は285,734人、降車人員は282,215人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。日田市の中心部であり、大型店や商店街などがある。駅南側に、待合室。 売店などを備えた北バスセンターがあり、福岡へ向かう高速バスや北バス、大港北部バスの運行する路線バスが発着している。路線バスでは市内各方面や鉄道路線のない旧大線上方面、杖立温泉方面、矢場系を経由して中津市へ向かう路線などがある。ありがとうございます。